品性サイダー。どうも大成 TV の関係です。このねサイダーはね、このスワンサイダーとかを出してるね、このトモマスさんっていうメーカーのサイダーなんですけど、なんかね見るからに美味しそうですよね。まるで日本酒かなと思えるようなラベルですね。それでは早速飲んでみましょう。それではいただきます。鼻に抜ける風味が独特ですね。創業明治35年、この金星サイダーはスワンサイダーの姉妹品です。こういうサイダー系はね、どれを飲んでも大体同じ味なんですが、微妙に違うんですね。ただそれをねうまく伝えるということが難しいです。ごちそうさまでした。このスワンサイダーのねちっちゃいのね以前に飲んだんですが、もうとっくにね味は忘れてるんですけど、多分ね同じような味なんでしょうね。またこれを飲んで確かめてみたいと思います。ということは今日のこの味をよく覚えておかないといけませんね。はい、そんな感じで今回は創業明治35年の老舗サイダー屋さん、トモマスさんが作った金星サイダーでした。大成 TV